どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のマインクラフト動画新井口ら始まりました。よろしくお願いします。はい、前回は何やったっけ、生配信の方ではね、地図埋めをしました。地図はだいぶ埋めましたけど、特に何もなかったですね。まあ何もない時もあるでしょう。今回はですね、ちょっと細かいことというかいろいろやっていきたいと思います。村人との交易で修繕の、エンチャント本もいくつかもすでにもらってます。これをちょっと大事なやつにつけたいと思います。修繕というのは経験値をもらったらその耐久力が回復するというやつなんで、かなりいいエンチャントですね。大事なのはどれだろうな。今んとこやっぱこれ耐久力ないとどんどん減っちゃいますね。この辺は耐久力ついてるからいいんですけど、まあそれでも大事なんで、これが一番使うかな。幸運3で効率も4なんで、このガモンツルハシ、これにじゃあ修繕もつけときましょう。経験値5、はい、これでもかなりいいやつになりました。この剣斧も使うか。耐久力3で効率もいいんで、これにもつけましょうか。はい、あ、これもなんか名前つけてあげればよかったな。そりゃ、地図の帰りにちょっと、湿地帯でスライム見つけたんで、ちょっとだけ倒しました。うん、この辺とかもお湯をいろいろつけていきたいと思います。これはまず、耐久力が欲しいな。耐久力を持ってる、あ、夜になりそうだ。耐久力を持ってる村人を、生み出した方がいいのかな。なんか、コンベット置けなくなって、よいしょ。じゃあここを水を無限に取れるようにしました。ここで使うんでね。おやすみなさい。どうしようかな。はい、おはようございます。耐久力がある村人を生み出した方がいいのか、道具鍛冶とか防具鍛冶からなんかもらった方がいいのか、まあいずれにしても村人そんな増やしたくないんで、ちょっとまあ考えたいと思います。で、今回は村人からエンダーパールももらったんで、ついにあれが作れます。エンダーチェスト、あれ、あ、これか、んなんだ、あ、エンダーアイにしなきゃいけないのか。ちょっと待ってくださいね。これにブレイズパウダーだっけ、これでエンダーアイにします。じゃあ2つ作ります。で、できるようになりましたね、エンダーチェスト。はい、これをじゃあ2個作りましょう。うん、本当はもうちょっとあってもいいんですけど、これはね、まあタブレット時代も使ってましたが、ここに入れたものが、4次元的になってどこでも取り出せるということになるんで、要はこれを持ち歩いてどっかに入れて、まあもし死んでもここでまたそれがここに残ってるし、まあね、どっかあの作業するとかに置いとけばいろいろ楽になりますし、まあ単純にどっかでなんか取り入って持てる量も増えるんで、うん、これ使っていきましょう。前回はすでに持ってる状態から配信始めたんですけど、ようやく今回は作れましたね。これでかなり便利になるぞ。あと、はい、この蔵サドルがあるんで、ちょっと今日は馬を捕まえに行きましょうか。うん、一応この紐を持ってく。まあ馬って言ってもどっか止めれるようにだけしようか。なんかね、全然いないんですよね。ちょっと探しましょうか。しかもその海を渡ってとか山を越えてとかだとどうせ帰ってこれないので、この近辺で、ちょっと馬を探してみたいと思います。馬を今日は探します。いたっけな。なんかどうせならかっこいい馬がいいですね。生配信の方でもやりましたけど、あそこに家を一軒建てました。で、その隣にもう一個また同じようなやつを作ろうと思ってます。が、今んとこチェストがちょっと邪魔ですけどね。この辺で、まあ、ここら辺で飼ってたところでどこに行くんだっていう話なんですけど、まあまあね、全然いないよな。ちょっと地図片手に行くか。結構地図埋めもしましたけどね。この辺の陸、海とかはね、基本渡れないんで、あっちの方かな。この村もうね、意味ないんだよな、本当に。
襲撃呪われたらここに来てまた襲撃イベントやろうかな。あとここのベッドとか全部もうもらっちゃうか。あれこれ馬だっけ、馬じゃないか。これはこれ何、ロバ、これ馬ん、出てて、こうやってなんか乗ってれば乗れるようになるんですよね。あれなんだ、どうなってんだ。よいしょ、あれもう懐いてる。これロバか。よいしょ、はい、ロバに乗れました。ロバも同じぐらい動けんのかな。そんなことはない。ダン、ロバを乗りこなすようになりましたよ。あれ行商人もいる。どうだんだこれは。早くはないか。よし、ジャンプとかもまあできないか全然。まあそうですよね。まあロバーはまあ乗ることはできるんですけど、今んとこは別にいらないんでちょっと降りときます。はい、ありがとうございます。じゃあね。これもロバですから、馬なんで欲しいのは。こいつらのラマじゃないし、こっちかな。そういえば、10代の人は見てくれてますかね。10代というか18歳未満の人はね 0.0% だったんで誰一人見てないっていうことをツイッターで言ったらですね、その後ちょっと変化がありまして、35歳以上がの比率が増えましたね。そして引き続き18歳未満は 0.0% です。誰か 1% 目になってくださいね。そうだよ、 R18 指定のマイクラみたいになっちゃってるからね、子供に人気のマイクラなのに。多少ね舌打ちしたりする場面はありますけど、別に変なこと言ってないですからね。みんな見てくださいね。うまうま、やっぱいないな。はい、馬を探してたら夜になりました。たまたまここにマグマがあったんでここら辺は明るいですが、周りはもう暗くなってきてます。馬を探してたんですけど、ちょうどここが湿地帯近辺なんで、ちょっとスライムでも倒すことでもやりましょうかね。馬全然いないんで。わあ、ゾンビが来ちゃった。その前にちょ間違えた間違えた、違う、あいつ来ちゃう。くそ、ちょっと待って、喋ってんだから。はい、地図は一回置いて、まあ盾もいらねえか。ちょっとスライムボール集めをやりましょうか。多分この月の感じでね、どんぐらい出るかとかあるんですけど、あの月だとどうだろう、ちょっとは出るかな。もうちょい湿地帯の辺に行ってみたいと思います。もちろん夜なんでスライム以外のモンスターもたくさん湧くんで、ちょっとそいつらが鬱陶しいんですけど、そいつら倒しながらスライムを倒してスライムボール集めたいと思います。まあ、そんな、うわ、ウィッチとかいるじゃん。ウィッチ怖いから逃げよう。地帯ってどの辺だろう。この辺も全部地帯か。この汚いね、海の色とかの辺だと思うんで。うわぁ、くそ、うわぁ、子供いたんかい。ちょっと待ってくれ、ちょっと危ないよ。弓でちょっと遠くから撃っていきましょう。ああいう奴らはね。さあスライム出るか。雨降って、うわ、ゾンビだらけなんですけど。あ、スライムいたような気する。ちょっとお前ら遊んでる暇はないんだよ。スライムの音する。お前らと遊んでる暇はないんだよ。ほら、いました、いました。ちょっとクリーパーも来てる。よし、じゃあこいつを、ちっちゃいやつだからちょっと全然攻撃しない。よし、この剣はアイテムドロップ増加みたいなのあるんで、多分たくさん、取れると思います。いた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 、ちっちゃいやつだけど。そりゃあれ落とさないか。もっとでかいやつだとね、いっぱい分散していっぱい落としてくれるんですが、クリーパーこの辺ちょっと地帯じゃないかも。
どの辺で出るんでしょうか。いないな。いた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 。あれだ。あの緑のがスライムですよ。ちょっとちっちゃいやつだな。そりゃ。お、来た来た、置いて。よいしょ。よいしょ、落とさない。あ、ちょっと落とした。忘れちゃった。こんなもんか。一日中探し、夜中探さないとなかなかつまらないかな。まあ本来の目的はこれではないので、もういいかな。馬が探したいんだよ、こっちは。一回もう寝るか。寝れるかな、こんなところで。あら、ベッド忘れちゃった。なんだよ、あそこに置いたからだ。くそ、腹いせにこいつは全員倒すしかない。もうしょうがない。あの、どっちみちスライムさ、いててて、スライム探しを続けるしかないですね。はい、もう明るくなってきましたね。おそらく雨も止むでしょう。スライムもそれなりに倒せてね、前持ってたのも合わせて21個手に入りました。よかったよかった。じゃないんですよ、馬を探してるんで、馬を探さなきゃいけないんだよ。今日は馬に乗って終わりっていうことにしたいんですが、馬がいない。あっちの花畑の方行ってみるか。それかあっちの方かな。いつもね、昔あったあの村方面ちょっとぐるっと回ってきちゃったけど、あ、晴れた。あっちには確かいたような気するんで、ちょっと連れて帰れるかは、よいしょ、連れて帰れるかわかんないですが、村の方面行きましょうか。あっちの村ね、の方面の途中のあのアジトとかあった辺、あの辺ならいるんじゃないかな。馬いないか。おーい、馬馬、この辺にいないか、馬。方角的にあったのか。この辺か。あった、アジトの辺だ。よし。はい、アジト付近に来ました。この辺にいるはず。なんか見た記憶ある。あ、いたいたいた。馬だ。いました。なんか変な狭間にいました。まあまあ。見た目、まあまあいいんじゃないでしょうかね。よし、ちょっと乗って、飼い慣らしましょう。ん？お、いきなり乗れた。いきなり乗れましたね。よし、じゃあ、これをつけて。お、お、早いんじゃない？ちょっと普通の画面で行ってみましょうか。お、なんか早い気がする。お、楽だ、楽だ。ジャンプ力は？お、結構飛んでるような気するわ。はい、いましたよ。結構いい馬が。どうなんでしょう。ちょっと落ちないようにで気をつけなきゃいけないですけどね。よーし、この画面で行きましょうか。おりゃー。お、結構飛べるんじゃない。あ、全然全然いいじゃないですか。快適な、ね、快適なスピード。おっしゃおっしゃ。あ、ゴーレムだ。一緒に戦ったやつだ。ここに捕らえられたやつ。そりゃー、見てて、そりゃ。うぃー、あー、いいです。え、てて、飛びすぎたな。何？大丈夫か？はい。だーん、馬を、ようやく、ペットっていうか、なんて言うんでしょうかね。馬に乗ることができました。ちょっと遠くでようやく見つけました。いろんなことをやってね、スライムを倒すことに、趣旨が変わってる時もありましたが、なんとか馬を見つけられました。ちょっとね、こいつをなんとか無事に連れて帰りたいと思います。ここにあるのかな。馬で一番気をつけなきゃいけないのはね、渓谷に落ちることですから。この画面で行ってると、渓谷に気づかず突っ込んじゃうんで、この画面で行くのが意外と結構いいですよね。まああとは
海やら山やらちょっとだけあるんですけど、なんとか乗り越えて、うん、帰りたいと思います。ここで終わろうと思ったけど、帰るとこまでやるか。ちょっとカットはすると思いますが、なんとか拠点まで、戻ります。少々お待ちを。よし、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。よし。この1マスだと歩けるんですね、ギリギリ。よし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 。ここは繋がってるはず。こっちか。もうちょっと、もうちょっと。よいしょ。おー、落ちる落ちる落ちる。はい。よいしょ。なんとか。拠点まで連れて帰ってくることできました。馬鎧もあるんでね、馬鎧も着せたいと思いますし、ちょっといつになるか分かりませんが、馬小屋も作ってあげたいと思います。今はちょっと紐につけておきましょうかね。つけれるかな。よいしょ。これを立てて、ここにこれ使えんのかな。ちょっとあんまこれ使ったことないんですけど、首紐で、よいしょ。そしてここに、よいしょ。お、できたできた。はい、見事、馬をね、手なずけて連れて帰ってくることができました。うん。今後はね、あいてこいつで、まあ行ける範囲限られてるんですけどね、正直。まあちょっとそこら辺に行くのには利用していきたいと思います。名前も決めたいと思いますんでね。いい名前のアイデアとかあったら、教えてください。馬とか名前つけたことないんですけど、確か名札1個あったと思うんでつけたいと思います。はい、今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また生配信もやりますので、僕の Twitter もフォローしておいてください。最後まで見てくださってありがとうございました。また次回、さようなら。